肩幅の広い上田選手らしい、まあ、アドレスかなという感じがします。体の捻転から、うん、そうね、上田選手少し頭を残して腕が前に出ていくようなそのスイングの軌道って言いますかね、体の使い方になってくるともっともっとダイナミックでビッグなプレイヤーになるかもしれない。